東京ドームです。読売ジャイアンツ対中日ドラゴン、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右のヤングマン、対するドラゴンズの先発は左のロメロ、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。ヤングマン降板、マウンド上は高木、今日2人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線打ちました。あっとインフィールドフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9ジャストミート掴んで、これで3アウトになります。2者残塁、5回の表が終わって3対1、ドラゴンズ無得点で終了です。サヨナラ勝ち、あっけない幕切れです。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は12対11、ジャイアンツサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は田原、対戦投手は谷本。ジャイアンツ今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、東京ドームからお伝えしました。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対広島東洋館、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の岩田、対するカープの先発は右の大瀬良、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。第9、投げました。スプリットはボール、まずは低め、低めのボール引っ掛けた、ショートの頭上取りました。ショートから2塁送球、これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。第9、投げました。初球はカットボール、空振り、少し迷ったか、投げた、ボール。第3球を投げた、ボール、低め。第4球は打った、バットが折れた、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。カープこの回ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。1回の裏が終わりまして、カープ大事な立ち上がり。大瀬良見事な完封勝利、カープ見事勝利です。さて、今日のヒーローは見事完封勝利を収めた大瀬良、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対0カープ勝利しました。勝利投手は大瀬良、敗戦投手は岩田。カープ今日はいい戦いを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、甲子園球場からお伝えしました。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの今永、対するスワローズの先発は右のスアレス、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。
げた、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、さらにライトを突き上げた、ホームラン、先制ツーランホームラン、青一色に染まったライトスタンドに吸い込まれていきました。見事に初球を捉えました。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。ベイスターズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4-1ベイスターズ勝ちました。勝利投手は今永、対戦投手はスアレス、そして西武は平田、ベイスターズ全員で勝利を呼び込みました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するマリーンズの先発は右の岩下、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。増田降板、右の酒井、今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第1球投げた、きた、いった、サヨナラアーチ、伸びる、まだ伸びる、入った入った、サヨナラ、サヨナラホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ヒットを逃しませんでした。サヨナラ勝ち、バファローズ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように2-1バファローズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は澤田、敗戦投手は酒井、バファローズ今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で京セラドーム大阪からお伝えしました。メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は左の榎木田、対するファイターズの先発はベテラン金子千尋、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。初球空振り、伸びのあるストレート、第2球スプリットはボール、第3球を投げた、ボール、第4球を投げました、直球決まってストライク、次は5球目投げました、内角縦のスライダー外れてボール、第6球を投げました、打った、これは強烈、左中間大きいぞ、伸びた、入った入った、ホームラン、チームメイトが迎えます。榎木田見事な完投勝利です。ライオンズ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5-1ライオンズ勝ちました。勝利投手は榎木田、敗戦投手は金子千尋、ライオンズ全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待しましょう。
実況担当は堂前秀夫でメットライフドームよりお伝えいたしました。この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は左の大竹、対するイーグルスの先発は右の古川、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ホークスピッチャーを交代します。下位の降板、そして最後は守護神の森。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。打ちました、ファール。第2球投げた、見送ってボール。投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。投げました、見送ってボール。第5球投げました、打った、流し打ち、明石、そのままベースを踏んでアウト。バッターは6番銀次。第9初球を打ちました、打球は三遊間へ、ボールはファーストへ、一塁セーフ、セーフ、セーフ、記録はヒット、記録はヒットです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第2球投げました、スローカーブ、ボール、アウトコース低め、投げました、ストレート見送ってストライク。第4球を投げました、逆らわずに右へ、あっと弾いた、ファールボール。投球これから5球目、149キロ直球、空振り三振。バッターは8番島。第9フォークはストライク。投球これから2球目、内角ボール球打った、これは内野ゴロ、森取ってアウト、試合終了。フォークス1点差で逃げ切りました。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は1対0、ホークス僅差で勝利しています。勝利投手は大竹、対戦投手は古川、そして西武は森。ホークス今日はなんとか逃げ切ることができました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でヤフオクドームよりお伝えしました。